ザ・ダークネスはイングランド出身のロックバンド。ハイトーンボイスを多用したボーカリストジャスティンの個性的な歌唱法とパフォーマンスや1970年代風のハードロックスタイルが特徴のグループ。往年のリスナーをはじめ幅広い支持を得ている。北ロンドン周辺でほとんどの土曜日にライブを行っていた彼らは当初エンパイアというプログレバンドで活動していたが、ジャスティンが おばの経営するパブのカラオケ大会に出場し、クイーンのボヘミアン・ラプソディを一行も狂わずに歌い、そんなジャスティンのスター性を弟のダンが感じ取ったことをきっかけに、ホーキンス兄弟の学友であるエド・グラハムが参加して、ザ・ダークネスが誕生する。2003年、デビューアルバム、パーミッション・トゥ・ランドをリリース。このアルバムは、前衛アルバムチャート初登場2位にランクイン。 注目の新人として、イギリスでは注目された。ケラング。アワードでに部門受賞するだけでなく、マーキュリーアワードに、レディオヘッドや、コールドプレイラと共に、ノミネートされている。同年、初来日公演を開催。2005年5月23日、ベーシストのフランキー・ポーレンが、ザ・ダークネスからの脱退を発表。新メンバーとして、翌月6月13日に、 リッチー・エドワーズが加入した。同年、セカンドアルバム、ワンウェイチケットトヘル to h e をリリース。2006年10月、ジャスティンが薬物問題とその治療のため隕石だっした。3人はバンド名を変更すると発表。ザ・ダークネスは事実上の解散となる。残留メンバーは、トビー・マクファーランドを迎えて2007年11月に、 ストーンウォッツを指導。ジャスティンは2008年に自身の新バンド、ホットレックを開始した。2011年3月15日、バンドは公式に再結成を発表。同年に行われたダウンロードフェスティバルへの参加を発表した。さらにラウドパーク11にも出演。2012年には再結成後初のアルバム、ホットケークスをリリース。 レディー・ガガのワールドツアーの前座も行っている。2014年、ドラマーのエド・グラハムが脱退。その後、エミリー・ドーラン・デイビスが加入。2015年4月、ドラマーのエミリー・ドーラン・デイビスが脱退。5月にルーファス・テイラーが、新ドラマーとして加入。ルーファスは、クイーンのドラマーである、ロジャー・テイラーの息子であることで知られる。同月、3年ぶりのホースアルバム。 ラストオブアワカインドをリリース。2017年、フィフスアルバム、パインウッドスマイルをリリース。2019年10月、シックスアルバム、イースターイズキャンセルドをリリース。ボーカルのジャスティン・ホーキンスは、テクニックやパフォーマンスに異常なまでの関わりがあり、選ばれた人間による音楽であったロックを貶めたと、しばしば専門誌において、パンクやグランジに対して敵対的とも言える発言を、 行っている。また、エアロスミス、クイーン、AC、DC、デフレッパード、ザカルト等、1970年代から1980年代にかけてのロックンロールの影響を語っており、とりわけ、エアロスミスと AC、DC については、1989年にスティーブン・タイラーによって人生を変えられ、その後は AD、DC から、 多大なるインスピレーションを受けたと語っている。2018年時点11月25日、大阪クラブクワトロ、11月26日、東京ゼップ東京、11月27日名古屋クラブ、クワトロ5月23日 MTV、ビデオミュージックアワーズジャパン200444月20日、大阪 IMP ホール、4月21日名古屋クラブ、ダイヤモンドホール、 4月22日東京スタジオコースと10月15日ラウドパーク11埼玉スーパーアリーナ。ありがとうございます。